ここが近鉄の富田駅ってことですね。なんか近鉄じゃないかと思うけど、まあ、あの三義鉄道と近鉄がね一緒の駅の中に入ってますんで、うん、ここに書いてあるそうですね。1番線2番線がねこう、近鉄が使っとって、3番線があって2面3線になってるんですよね。ここが三義鉄道の三義線となってるというわけなんですね。あ、こんな構造なんですね。こんなところにこんなのあるんですね。下り列車が来るかどうかって分かるんですね。下りってことは、大阪方面か、伊勢中川方面の列車が来るみたいですけどね。ちなみにここ桑名まで260円、はいはいはい。で、名鉄の連絡表が載っとるけど、ここに書いてありますね。三義鉄道の切符は改札口にて販売ということで、1日フリー乗車券は西口で販売ってなってますね。あ、じゃあ西口の方に回らないといけないということですね。さあ、今回はね、このね、1日フリー乗車券とかってね、一気にターミナルの駅をね、ぐるぐるっと回ろうというわけですからね。さあ、ちなみにこんな感じですね。いや、だいたい1時間2本と。あ、1時間に2本もないのかな。ね、40分に1本ぐらいか。うん。ちょっとまあかなり変則は変則なんですけどね、一応1時間に2本ぐらいあるかなという。その他では西不良まで行くのはちょっと少なくなるとか、ちょっといろいろと変則的です。まあ、こんな感じで三義鉄道三義線なんですけど、地図がないな。西口の方にもあるかな。さあ、あちなみに駅前ね、桃太郎とかね、基本的なね、あの四日市のご当地なものはありますからね。おしゃれ泥棒とかね、横っちは有名な、美容室ですけど、全然グルメとは関係なかった。ちなみにこんな感じですね。近鉄の富田駅があって、JR がこっちと、いう感じで、ちょっと離れたところで、直接で歩いていくにはね、ちょっとぐるっと回らないといけないとかね、あるんですけど、まあ、こういうような構造ですということですね。いや、それにしたって暑い。もうね、10時の時点で37度ってなってましたね、気温計が。いやいやいや、正直言ってそれがあったんでね、ああどうかなと思ったんですけど、やめ、こんな感じで、これ、こっち2つがね、近鉄の線路で、これが三義鉄道ということですね。まだ電車も来てないですから、余裕ですね。三義鉄道はちなみに期間がね、あの標準期じゃなくて、狭期なんですよね。で、奥に標準機が、の近鉄が走ってるというね。まあ、面白い構造です。あ、こんなところ、連絡通路もあったんですね。使ったことね。後で一回使おうかな。どうせまた来ますんでね。とりあえず。で、こっち側が三義鉄道の富田駅の駅舎が西口になってますということですね。で、その隣が、にあるね、こんなね、便利なところにある高校、何かといったら、四日市高校というわけですね、旧富田中学校なんてね、よく言い方もありますけど、いわゆる、四日市をもとにね、三重県内屈指の進学校ですね、めちゃくちゃ頭のいい学校ということでね、だからすごく綺麗で、で、いくらだったっけな、ここに書いてあるかな。学生定期とかが書いてあるけど、ありがとうございます。どこにも料金が書いてないな。あれ、いくらやったっけな。あら、とりあえずね、買ってきましょうね。近畿乗車券、これ買えるのかな。この丸口は買えるみたい。あ、すいません、三義鉄道の1日乗車券欲しいんですけど。はい、今サンブラリーやってるんですけど、こちら参加されます。あ、じゃあぜひやってきます。うん、ってことは最近通ってます。あ、で、あ、ここで、はい、あ、はい、白い台で、あ、そこで、はい、このサンブラリーやっとったのに知らなかった。これちょっと早めに開けとこうかな。せっかくやったね。で、こういうような感じになっとって、で、富田路は富田です。お、落ちた落ちた。こんな感じで、よいしょ。
あ、ありがとうございました。はい、どうぞ。はい。あ、こっちになんかいろいろ飾ってありますね。さてと。さすがですね、何も知らずに来てますからね。これね、1日の予報だいぶして。1200円ですね、安いですね。へぇ。でね、8月15日に乗ってきたんですけど、なんかね、今ね、8月1日からね、9月の30日までね、スタンプラリーのキャンペーンやってるらしくてね、富田駅、入川駅、藤原駅、で、北西線の西桑名、東院、揚げ木と、すべてね、押していくと、なんかね、鉄カードっていうね、なんかね、なんか記念グッズがもらえるらしいです。へぇ、知らんかった。ちょうどよかったですね。でこんな風にいろんな下敷きとかね、あの、いろんな貨物アトリアもあるってね、これはまたこれでね、おいおい説明をね、していこうと思いますけどね。お手洗いとかも綺麗ですね。で、一回下にくぐって、日当たり割に意外と暑くないですね、ここ。風通しがいいのかな、やっぱ最近の作りですからね。で、降りたら、僕ね、ね、東京、名古屋方面、四日市の方にも行けますけど、これでね、三里鉄道に乗れますよ。ちょうど名古屋急行来ましたね。あ、これ乗ったら、すんなりと30分ぐらいで名古屋まで行きますからね、ここから。便利ですよ。こんな感じで、前2畳が4飛び出したりね、後ろは3飛び出したり、ここに当たるとね、当たりなんですよ。座席はね、めちゃくちゃ快適なんですよ、こいつ急行なのに。もう座れたら超天国ですからね。本当こいつだったらね、大阪までね、座っていけるんだったらね、いけるぞっていう気もするぐらいですからね。さあ、ってことで、ホームにやってきました。あ、そこに案内があるね。よいしょ。12時前ですけどね。次12時7分。あ、まだ10分ぐらいか。いいですね。10分あったら、じゃあ、ちょうど説明するのに。こんな感じでね、IC カード。について三義鉄道、まあこんな感じで案内が出るようになってたんですね。いつの間にか IC カードは使えません。そうなんですね。まあローカル鉄道よろしくさせないんで、近鉄線 IC カードでご乗車の方は一旦改札を出て三義切符をお求めの上ご乗車くださいということですね。定期券の利用の方が多いんであまりねそんなに問題ないことないですけど、やはりね IC カードピッてきたらね、まあなかなかねそうこの辺りが厄介なことになるということですね。まあこれちょっと古い駅名所なんかもありますけど、いや暑いな。よいしょ。こっち反対側がね近鉄になってますよという感じですね。駅名所かな。そのまま近鉄の感じ使ってますよね。よいしょ。お待たせいたしました。まもなく3番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へ下がってお待ちください。まもなく3番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へ下がってお待ちください。ちょっといい感じで電車来ますね。旧西武鉄道の電車でしたっけ、こいつ。かなりね、おんぼそのやつなんですけどね。よいしょ。やってきました。